はい、こんにちは。10月の20日月曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京市場、東京市場というよりも日本において、非常にですね、注目されたニュースございました。それ何かというと、お二方のですね、女性閣僚の辞任ということになりますね。そうしたことを受けて、受けてという言い方もちょっと変な言い方なんですけども、実は本日の10時から東京 MX テレビさんのマーケットワイドという番組に出させていただきました。でそちらでですね、ちょっと厳しい質問をお受けいたしまして、女性閣僚の退陣何か影響ありますかというようなお話で、質問を受けたんでございますけれども、こちらの方の回答、リキアのエフェクト道場ブログの方にも書かせていただいたんですけども、非常に失礼な言い方をすると、大渕というアルファベット、もしくは松島さん、松島というアルファベット、ちょっとこれ海外市場、特に、外人税がこれを取り出すのかというと、ちょっと個人的なクエスチョンマークですと。やはり安倍、ABE、もしくは黒田、そして麻生、塩崎、甘利さんと、こういった、経済に関係する方々の、ヘッドラインニュースだったらマーケットも反応するでしょうけどもね、というようなお話をさせていただきました。じゃあそのオチは何かというと、やはりですね、アベノミクスの軸足、もちろん政局に関しては大きな材料になってくるのかもしれませんが、じゃあ基本的に何か変わっているのかというと、変わっているわけではないよというところ、そうしたところでは、これを、こなしてどういった形でマーケットが進捗していくのかというところ、やはり、ファンダメンタルズが軸足になるというところで、今日はちょっとこの2つの資料をちょっとご案内させていただこうかと思いますが、まずはこちら側でございますね。これを、ちょうど女性閣僚が退陣になる、退陣というか辞任なされるという報道に合わせてという言い方をすると、ちょっと竹部的には意地悪な言い方なのかもしれませんが、こちらフィナンシャルタイムスですね。ちょっとこちらの方をご覧になっていただければと思いますが、アベウェイトタックスライズ、なんて書いてあったっけな、アゲインストエコノミーと、要は、消費増税に対してちょっと、待つよと、待機するよというような言い方で、これ中身を見ると、今までと基本的に同じような感じでしかないんですけども、ちょっとこうしたものを意図的にというんでしょうかね、引っ掛けていくような動きが、先物指数もしくは円売りというような形で、出てきたんじゃないかというふうにして取り沙汰されておりました。ただし、本方においては東京ドル円相場、本日は20日ご当日ということでございますので、どちらかというと107円台から、押し上げられて上値試しというような形になったのかなと思います。そしてもう一つでございますけれども、これもちょっと野暮な期待なのかもしれませんが、日銀の、地域経済報告というものが発表されました。こちらの方もぜひですね、日本銀行のサイトでご覧になっていただければと思いますが、これもちょっとせんない言い方なのかもしれませんが、ちょっと竹部がオレンジ色でマークをいたしました。日本国内におけます、それぞれの地域経済判断というところは、東北地方だけがちょっと下方修正になっているんですね。さあそれを受けて今後どういった形になってくるのか、基本的には追加緩和というほどのものではないというふうにしてなってくるかとは思いますが、当然ですね、消費増税の影響の反動が、特に東北地方には強かったというような言い方になろうかと思います。さてそして、ドル円相場でございますけども、こちら今先ほどからちょっとペラペラと、バタバタと持っておりましたが、フィボナッチリトレースメントで見る限りでございます。これちょっと久方ぶりでございますね。竹部の外為グッズ、これ225でも何でも使えるんでございますけども、110円水準をつけたところから、半値戻しもしくは 38.2% 戻し水準が今ちょっと意識されているのかなというところが、ドル円相場なのかなというふうにして見ております。そこで今回でございますが、今後のドル円相場どういった動きをするのか、改めてでございます。収書でございますので、こちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。はい、ドル円は底打ち反転場面なのかというタイトルなんですが、要は、先ほどフィボナッチリトレースメント、フィボナッチコンパス、レシオコンパスと言いますけども、あちらこれは、あくまでもざっくり感でございまして、実際にちょっと数値上で計算していくと、これも取る場面によって大きく変わってくるんですけども、ちょうど107円、ちょうど水準というのが 38.2% 戻し水準、そして半値戻し水準というのが107円の、
対ミドル水準だと、ミドルからまあ6号というに出ておりますが、この辺の水準が非常に硬いねというところ、まあ、上値が重いねという言い方になりますでしょうか。これを押し上げていくだけの大義名分が何になるのかというのが、やはり今週の大きなポイントになってくるのかなと思います。これを超えていけば108円の1520水準というのも見えてくるかとは思いますが、なかなか重い、そうは言ってもですね、まあ週間見通しなどでもご案内させていただきましたが、過度なリスクオフというのは少し終わったかとは思いますが、ドルに対しての信任性、まあ、イエレン FRB 議長もしくは米国の経済指標頼みになってしまうのが今週、まあ、10月20日の週なのかなというふうにして見ております。下値においてはまあそれぞれ、まあ、これ赤い枠の中での白抜きのところがポイントになっている。そして、まあ、GPIF もという名前は、まあ基本的に難しい判断の仕方かと思いますが、長期運用指針におきます外貨買い円売りというのがおそらくドル円相場、もしくは輸入企業、さらには FX ユーザーの皆様各位、そういったところではバイオンディップだというような形で買ってこようかとは思いますが、あくまでも100円105円のレンジ間から105円110円というレンジ間に移行した流れの中での105円水準、要は下限で買ったけどもそんなにじゃあまた110円までポン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 上がっていくのかというような見通しを持ってらっしゃる方々が一体どれぐらい市場にいらっしゃるのかというところもちょっと中長期的にはポイントになってくるのかなというふうにして見ております。まあ、いずれにしても107円台の前半を超えて半ば、さらに半ばを突破すれば108円台というのも意識されるというふうにして見ておりますが、なかなかそうは問屋が下ろさないというのが、まあ、今週のドル円相場、まあ、かなり悲観的というふうにしてお叱り受けるかもしれませんが、テンポよくポンポンポンと行くにはですね、まあ、かなりマーケットが傷んでしまったという状況もあろうかと思いますので、まあ、相応の、ポジティブ材料がないと非常に難しいのかなというところが10月20日の週というふうにして見ております。さて、そこででございますが、今回月曜日ということでございますので、週初今週の、まあ、注目せざるを得ない、もしくは注目しておきたい経済指標に関してご案内させていただこうかと思います。こちらの資料をご覧になっていただけますでしょうか。はい、本日のテーマ、今週の重要指標というところでございます。ちょっと、見づらいかもしれませんが、左側、向かって左側の方が、まあ、本日月曜日でございますが、右側の方が火曜日でございます。ちょっと、薄くなって見づらいかもしれませんが、明日においてはオーストラリアの、議事録が発表されます。2.5% で現状というところで、金利の安定期間を設ける必要性があるよねというふうにして声明が出ておりましたが、まずこれを受けて豪ドルがどういった動きをなるのか、実際の議事録がどういった形になるのかがこれ明らかになるというところ。そして、11時頃という言い方になってしまいますが、中国の経済指標がたくさん発表されますので、これを受けて、どういった動きを豪ドルは見せるのか。でさらにでございますけども、警戒すべきは、これ13時半、まあ、大体お昼過ぎという言い方でご容赦いただければと思いますが、まあ、内閣府の月例経済報告が発表されます。でこちらにおいてはですね、まあ、景気の下方修正というもの、まあ、景気の判断というものは、こうしたものをベースとして出てまいりますので、政府の要人がこれをもってしてどういった判断を今後見せてくるのかどうか、十分注目されるというところがこれ火曜日かと思います。続きまして次の項目、資料をご覧になっていただけますでしょうか。はい、水曜日においてでございますけれども、まあ、オーストラリアのまた、消費性向に関する指標が発表されますよというところ、まあ、週半ばでございますけれども、改めてでございます、豪ドルが、注目されるんですが、その前に、まあ、どの程度まで咀嚼されているのか、もうすでに織り込まれているという言い方をしていいのかもしれませんが、本邦におきます貿易収支が発表されますと、27ヶ月連続赤字になっておりますが、これがまたさらに増えていく。そうなると需給上は、まあ、構図的に、需給構造的にはずっと円売りが続くのねというのをもう一回マーケットが再確認させられるというような形の指標が、22日水曜日の午前中に出てくるのかどうかというところかと思います。そして、夜に移りまして、米国の消費関連指数が発表されますというところです。こちらの方もちょっとご注意していただければと思います。で注目されますのは、まあ、英国の指標というところですが、ここに、ベイリーさんというふうにして書かせていただきましたね。アンドリュー・ジョン・ベイリーさんで、実は私も
この方一応注目すべきというふうにしてこちらの方では掲載しておりますが、この方はどちらかというと市場の健全性だとか銀行の不正に関してというようなことをいつも取り出される方でございますので、あんまりサプライズ的なことはおっしゃらないのかなと。で、特に最近ですけども EU においては銀行、民間銀行のボーナスというか賞与、羨ましい話ですけども、ちょっと制限した方がいいぞというような話が出ていたんですが、それは逆におかしいんじゃないかというふうにしておっしゃっていたのがベイリーさんでありました。あくまでも銀行の不正によってはペナルティもしくは没収が正しいよねというようなことをずっとおっしゃっていましたので、それに関する、まあ、財政委員会での質疑応答になろうかと思いますが、まあ、一応ご留意をしていただければと思います。そして、まあ、半ばから週末に向けてでございますが、次の資料をご覧になっていただけますでしょうか。はい、木曜日でございますが、改めてでございます。スティーブンスさんの RBA の総裁の講演会があって、その後ニュージーランド消費物価指数というのが発表されます。こちらについてもいろいろ今までずっと 利上げをしていたものに関して消費性向がどうなってくるのかと、これも非常に朝一注目されるところかと思います。そして夜に移ってでございますが、英国、先ほど申し上げました、まあ、ベイリーさん、以降になりますが、小売売上高の指数、そして住宅ローン関連というところ、そしてちょっと竹部的にはこれウィークリーレポートでもご案内させていただいたんですが、シカゴ連銀の全米活動指数というものに注目しております。要は経済センチメントのトレンドを測るということで、実はこれマイナスになっているのがこれ前回ぐらいから続いておりまして、全米におけます景況感、まあ、企業の活動というものがマイナスになっているとあまりよろしくないよというところでございます。予想数値を下回るのかどうかというところ、この辺がですね、ちょっと意外とピンポイントで警戒されてくるかもしれません。この辺もちょっとご留意をしていただければと思います。そして週末でございます。はい、金曜日におきましては英国 GDP が発表されますよというところでございます。そうしたところではちょっとこの、竹部的な黒板でちょっとまとめになりますが、各曜日の警戒通貨というのをちょっとサマーリーで書かせていただきました。火曜日においてはちょっとまあ振り返りになりますが、中国経済指標も含めて5ドルにらみと、そして水曜日が、本邦の貿易収支と合わせて、5、そして米とそれぞれの消費性向が測られますので、5ドル円そしてドル円というところになりますでしょうかね。木曜日においては朝ニュージーランドの指標がございますので、ニュージーランドドルもしくはニュージーランドドル円というところ、そして英米指標、まあ、それぞれポンド円ポンドドル、そして、まあ、ドル円というような形、そしてもう1回でございますが、金曜日英国の GDP が速報値として出てまいりますので、これに合わせてポンド円などが大きく動いてくる可能性がある。そして金曜日でございますので、週末リスクにご注意ください。全主要通貨でございますとこういうところになろうかと思います。さてですね、前月末比で比べますと、まあ、これ非常にいいお取引してらっしゃる方は少ないのかと思いますけども、資源国通貨の中でもノルウェークローネ、こちらの方は原油の価格がちょっと下落しているところで大きく前月末で 4% 以上の下落がなっているというところでございますので、資源国通貨におきましてはぜひですね、資源通貨、資源相場ですかね、こちらの方ぜひご留意していただければと思います。そして一方でですね、もう一つ、ポイントなのは前月末比で意外とでございますのはユーロが消去法的にという言い方なんでしょうか、まあ、売られてきたものに関して結構対ポンド、対ドル、そして対オーストラリアドルなどにおいてはユーロが強含んでいる経緯がございます。それが月末に向けてもう一回調整が入ってくるのかどうかというところも、まあ、ドル円相場以外の通貨のポイントになりますでしょうか。リスク管理の方はですね、まあ、収書から申し上げるのは非常に、そこから身構えるのかという言い方になるかもしれませんが、長期金利、そして米国の長期金利、米国株式市場、そして本邦の株式動向、それぞれリスクオン、リスクオフの動向合わせてですね、ご確認していただいてお取り組みいただければと思います。以上、10月20日月曜日の日替わり竹部でございました。